こんにちは。はい、今日も開封動画やっていきます。アメリカから今日ちょっと大きい感じの荷物が届いたので開けていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。いきなりダニーファミリーからのカード入ってます。はい、でね、クリスマスオーナメントを今日はちょっといくつか入れてくれたんで、うん、あのインディアンジュエリーじゃなしにクリスマスオーナメントが入ってると思います。あ、そうそう、それをねお店に飾ってくださいっていうんで入れてくれたんです。あ、クリスマスっぽい。あ、ヒイラギ。あとはね、そういうチョコレートとか送ってきてくださってる。はい、なんかとにかくなんかいろんなものが詰め込まれてるのでかわいい、なんだそれは。なんでしょう、あ、チョコっぽいです。うん、いろんなものが詰め込まれてます。なかなかターコイズまでにたどり着けない。あ、それも、あ、かわいい。あ、それもオーナメントだね。オーナメント。これ店飾るようです。はい。大丈夫。大丈夫。はい。それは何だ？リンゴ送られてきている。かわいいです。ああ。サンタクロースのような可愛い人形が、なんかウォーリー君を探せみたいな。可愛いね。はい、ありがとうございます。これ何？これはなんかターコイズっぽい。トナカイ。トナカイ。こんな感じです。はい。これもあのお店用オーナメントですね。これなんだ。あ、靴下。うん、これもオーナメントですね。もう足手かぶりそうになりました。まだまだ。うん、あ、サンタだ。サンタだ。うん、かわいいね。なんかいろんなのがありますね。いろんな、うん、またちょっとアメリカから送られてきたのはちょっと違う感じ。うん、何ですか？鈴といえばつい魔除け。魔除けですか？サイタ可愛いな。サンタクロースですね。ピノキオみたいなサンタクロース、ね、かわいい。そろそろターコイズにたどり着いたかしら。そうかと思いきや、はい、いや、ああ、クリーム割り人形みたいなやつ。うんうんうん、あ、クリーム割り人形だ。すごい。あれ、これなんか口動くね。あれ、どこ、あ、後ろや。ん、ほら動く、うん、クリーム割り人形かわいいね。はい、はい、もうそろそろ出てきそうだけど、まだか、まだ違うか。あ、オーナメント、これかわいいね、サンタの。うん、そうなんや、箱、うん、あ、こう飾りの、うん、豆まきにも使えそうです。マスみたいな。これも。これはね。あ、これも。あ。あ、これは。
わ、大きいんよ。あ、ビッグサイズの、あれ、なんか。あれ、ちょっと待ってくださいね。なんか、どれか。何か、あ、足。あ、足だ。足だ。足だ。ちょっと足、後でつけときます。はい。あ、来ましたね。これはもうドリームキャッチャーですね。はい、ようやくたどり着きました。ドリームキャッチャー開けます。それから行きましょうか。これから行こうか。はい、太陽。綺麗な。綺麗ですね。うん、なんかちょっとあの微妙に今までと違って、うん、くすみカラーというか、ちょっと渋い感じの色ですね。渋い感じの色ですね。うん、長いですね。またね、アメリストとかシトリンとかついてますね。こんな感じで。はい。はい、OK。ね、久しぶり。一時ね、あのメッセージが止まってて、ワンサイクル終わったんですよね。多分ね、メッセージが降りてきてでないとレイベイさん作らないので、一時何ヶ月かこう止まってました。でまたちょっと前々回の満月あたりから作ってくださってます。久しぶり。うん、なんかあの。うん、網を編む時っていうのが満月の時にほぼ編むそう で、うん、であとこの下についてる足っていうかこうリボンとかは自分のアトリエでつけるそうです。でその網を編む場所も、メッセージ降りてきた場所で編んで、その編んでる時は絶対言葉を喋れないそうです。うん、これはすごいね。なんか鶴の旗折りみたいな。あ、すごいですね。これ寒気する。ゾクゾクします。すごいね。うん、すごいパワー。人魚ですね。うん、綺麗なね。これ海の海鮮シリーズ、海ですね。すごいでしょ。綺麗シルですか。このクジャコの羽も綺麗だ。渋い。ちょっとこれ下がもつれてますね。まあまあこんな感じで。すごいですね。この人魚がホラ貝を吹いてる。貝を吹いてる。これなんかサンキャッチャーみたいなのついてます ね、うん、これは綺麗な。すごいパワーも強いですね、これね。真ん中になんかシェルがついてて、周りにちょっとオーラ系のビーズかな。綺麗です ね、うん、自然の貝もついてます。はい、次のドリームキャッチャーいきます。これ結構大きいですね。うん、うん、おーすごい。またスモーキーがかった色綺麗ですね。スモーキーがかったブルー。そこまで前方、うん、これも綺麗ですね。うん、この色綺麗だね。真ん中になんかこう何がついてるんだろう。模様入った、ね、ビーズみたいなのがついて、このビーズがねすごいおしゃれです ね。一個ずつ。これもまたシトリン、真ん中黄色いかな、ターコイズとシトリンかな、なんか水のようなドリームキャッチャーです ね。
いつ誰も何も言わないよ。そうそうそう。ゾクゾク。なんかこう、こう言葉がなくなるね。すごいねこれ。されてまたパワーアップされてるというか、ね、なんかすごいエネルギーですね、うん、レイベンさんこう再会したからまたパワフルなのがたくさんこれから届く可能性が、はい、羽の色がすごく綺麗、うんうん、よし次はこれはホピ族の多分ドリームキャッチャーが届いてるはずです。あ、これモリオンやね。モリオン違うか、ヤジオニキス、オニキス、あ、2つあった、うん、あー、ウサギのドリームキャッチャー、ホピ族のウサギのドリームキャッチャーです。これどっちやろ。これはね、オブシリアン、オブシリアンですね。わー、なんか巻いてる花みたいなのついてる、花、あ、なんかビーズでなんかこれターコイズかな、ターコイズついてます ね、うん、そしてグリーンの羽ですね、うん、なんか珍しいです ね、うん、これはウサギや、ウサギ、うん、ホピ族の、お店のチーフが選んでくださったものになります。ウサギ、はい、次、ウサギさんのウサギ、うん、あ、これ翡翠、うん、あ、これ大きいね、うん、これ翡翠かな、翡翠の羽、うんうん、ゴーストビーズもついてるし翡翠もついてるし、これなんだ、スノーフレークオブシディア、これアベンチュリンか、よし、これも可愛いですね、なんかこう落ち着いた感じはするけど強いですね、うん、なんか2つ並べてみてください。今回2個入ってました、はい、うさぎ大人気、うさぎのドリームキャッチャー、この周りがうさぎですね、熱っ、熱い、すごい、はい、OK、はい、ありがとうございます、これ熱いね、こっちかな、はい、そしてカチーナ、ホピ族のお店から来たカチーナ、そしたらこれはカチーナ、ホピ族のカチーナになります。これ結構ちっちゃいけどパワー強いですね、この子もね、うん、こっちもゴレンジャー、またゴレンジャー、ゴレンジャー、いやでも今回ウロコザキさん入ってる、ウロコザキさん出たこれも可愛くてパワー強いカチーナです。何の精霊やろね、うん、サンセットクリエイター、あ、サンセットクリエイター、なんか夕日を作る人なのかな、サンセット、こっちはこっち星かな、この前来たスターでしたよね、うん、これもスターな、星のスターですね、星の精霊さんね、星と夕日が来ました、かわいい、たら次はターコイズを開けていきます。ピンクや。あ、これはセットですね。これはあの、ああ、来た来た。クアロさんの。ハチドリのセットですね。あ、おー、かわいい。わー、ステル調で。これネックレスに。ネックレスですよね。うん、こうや、ね。こうですね。うん。こう。うん。あー、来ましたね。かわいいですね。この色が独特ですね。パステルっぽい感じの。これがこの方の作品の特徴らしいです。こういうなんかこうなんていうふんわりした色合いを使ってるという、これハチドリです。すごい優しい、うん、なんかエネルギーも優しい、うん、温かい感じします ね、
クワロさんで、あとこれとセットで着てるのが鳥が左に出てこない。よし、来た。ちょっと待ってよ。これとこれがセットやな。これはピアス。はい。うん、この、この子とサンゴは別々につけることもできるそうです。ちょっと混ぜてみて。ですが、この子だけでもつけられるし、うん、で、この子だけにもできるかな。こうバラバラでつけれる。バラバラにつけれるようにしてくれてますね。うん、これ指輪はハチドリさん一匹。可愛いですね。なんかバンザイしてるハチドリさんみたいな。うん、色合いが白っぽいところとこうふわっとした感じのブルーと、なんかこの顎のとこ、これサンゴかな。スパイニーオイスターかな。これも可愛いですね。可愛いな。はい。はい、これはね、実はね。アマヤさんのものになるはずだった、ターコイズですが、実はこの結構ちっちゃいんですよ。ここのチェーンのところがアマヤさんの持ってるチェーン通らなかったんで、こちらに送ってくれました。何かゆかって聞かれてこちらに来ました。はい、ゴールドですねこれ、うん、ゴールド使ってるのも珍しいですよね、うん、ゴールド使ってるやつすごいマトリックス、うん、でも普段に使えそうな感じですね。そう、うん、こんなに大きくなく、ね、割と軽く使えそうな感じがしますね。バングルですねこれは。これはうん、バングルですね。おすごいね。こうかな。あ、あれ？ん？これはスーパー X？ はい。わあ、来た来た来た。ちょっと裏にスーパー X って書いてる確か。はい、ああ、スーパー X すごいこれ。書いてる書いてる。頭キューってなるね。すごいね。うん。暑いです。これは千鶴ちゃんが一目惚れしたやつです。うん、もうずっと何ヶ月も前から、うん、待ってた。頭から離れなかったんです。これ、ね、ロイススミットコレクションだったんですよね。はい、でその動画を。ご紹介した時に千鶴ちゃんはハチドリの方にを選んだんですけれども、はい、実はこれがもうずっと頭から離れなくて、はい、でガイニが絶対これを欲しがってる人がいるという、はい、あのずっとこのスーパー X がアメリカから日本の方に行きたがってたっていうメッセージ来てて、で誰かいないって言ったけどもね、誰もいないっていう返事しかできなかったんですけども、はい、3回ぐらい外人に言われたかな、はい、うん、誰か本当に欲しがってる人いないって聞かれてである日千鶴ちゃんがスーパー X の話をして、はい、で、あ、千鶴ちゃんが欲しがってたんだって短すぎて短すぎて気づかなかった。はい、来ました、スーパー X です。嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、よかったです。はい、次はい、これはいいんで、あ、かわいい、いっぱいある、ちょっと、はい、これはすごい、はい、わあ、これいいんで、不思議なシルバーの中に埋め込んでる。ミクロインディ。細かい。綺麗ですね、これ。ああ。後ろちょっとどんなになってる。あ、後ろも、後ろはこういう感じですね。うん。で、迷う。すごい、これ画面で伝わるかな。ちょっと反射してしまって。してる。ちょっと。よく、うん、すごい、不思議な。カチーナさん。はい。あ、これカチーナヘッドですね。うん、結構こう小ぶりですけど強いですね、これ。可愛いよ。独特の顔をしてるカチーナヘッド。これも裏を見てください。こんな状態です。うん、これはす
ごいおしゃれで可愛いですね。割と華奢な感じですよね、うん、いつももう少しちょっとがっつりしたのが多いですけど、うん、羊顔ですね。こっちにはさ、あ、来ました。私の大好きな鳥シリーズ。もうあれ、これ誰かの鳥に似てる。誰かの以前来た誰かの鳥に似てる。あ、あったあった。うん。誰だったねえ。これガヤミさんの紹介動画を見せてもらった時になんか私の中で のじちゃんなんです。この周りがのーのーのーあのーみたいなのーって感じかわいいですね。のーのじちゃんはい、はい、後ろ、はい、後ろはい、OK です。今日これだけかな。いや、まだあります。まだあります。これはまたない、ね、次はリング。これもインレイのリングですね。これなんかかっこいいですね。うん、なんかシャープな感じ。うん、これ金が入ってるよね途中にね、うんうん。これもなんかこうスタイリッシュなシャープな感じがして素敵ですね。まやけになりそうですね。はい、OK です。はい、ラスト、あ、ラストまだあるね。まあ、ラスト、はい。これ向きどっちかな。ああ、こう、そうです、こうかな、そうかな、逆かな、逆っぽく、サンゴ、こうかな。あ、綺麗ですね。うん、これっぽいですね。独特なデザインで、これガイニが好きだって言ってたやつですね、デザインね。うん、綺麗ですね。入れてみのサイズどのくらいなんでしょうかね。割とちっちゃめって、ちっちゃめないですか。うん、見てもわからんね。誰かの手にはめたり、ヤコちゃんの手にはめてみたいな。やってみます。ちょっと手を出してくる。小指でいってみよう。小指ぐらい、小指ぐらいかな。何個ぐらいやろ。何個やろ、うん、9個ぐらい、7か9ぐらいね。で、ちょっとごそごそ、うん、うん、ちょっと7か9でちょっと大きめ。もうこのは、うん、よし、これいかがでしょう。割と大きめですよ。これで中指ぐらいに入る。うんうん、こ、女性サイズですね。これの方がちょっと大きいぐらい。腕何号ぐらいを？わからないけれど、一回、まあ、女性サイズということで。うん、結構まだ。あ、本当、うん、ですね。今日はこれだけ入ってたんですけれども、前回ですね、実はね、あの開封動画に上げてなかったの来てます。これです。このね、ただね、さ、ね、1、2、3、4点です。実は4点入ってますけども、この中央のは、もう、非売品で、ソンアイっていう作家さんのブレスレットになります。で、これはね、金です。内側が金でできてます。これ、ね、ホピ族のお店から来てます。この子はね、すごいメッセージを、面白いメッセージをくれたんですけども、またブログで書こうかなと思ってるんですけども、どういった経緯で来たかっていうのをちょっとだけ見せてくれました。すごいですね。ラピスかな、うん、熱くなってきますよね、うん、汗かいてくる。そして、あと3つ来てるのはバングル、はい、それとピアス、ドライクリークのピアス、ヤスと、はい、色素敵ですよね、うん、素敵な、うん、私は好きなんですよ、ドライクリーク、ね、で、ナンバー8のネックレス着ました。これも素敵ですね、はい、あ、はい、以上、前回届いたボックスの中から紹介、ご紹介しました。さあ、まとめを
は、ヘルプで陽子ちゃんに手伝ってもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして、まあスタッフちずちゃんと流星、はい、でジャパンミカエルの別室からお送りしました。今日の感想はどうですか？今日はああそうですね、ドリームキャッチャーも、うん、ターコイズも全体にカチンナちゃんもですけど、エネルギーがすごく強いというか、何でしょう、はい、ヘルプしてください。すごいもう、ね、背中から汗が流れてます。ね、ヨコちゃんがドクドクヨコちゃんも敏感なんで、うん、分かっていただけたと思います。はい、横で見てるとね、うん、今日は上品な感じでね、うん、これが欲しいですね。どれ非売です、非売です。ということで、クリスマスオーナメントもたくさん外人に送っていただきました。ではじゃあまた次回で。ありがとうございました。ありがとうございます。